どうも、ミクマのネットのてつです。今回は鹿島についてお話しさせていただきます。神様の島と書いて鹿島、和歌山県田辺市の田辺湾に浮かぶ無人島です。その名の通り、周囲の漁民たちから湾内を鎮護してくれると信仰された神様の島です。水方熊楠の神社合祀反対運動、自然保護運動のシンボル的な場所で、現在は上陸禁止です。一番近い陸地のあたりから撮影しています。明治の末期から大正の初めにかけて、明治政府は神社を統廃合して神社の数を減らそうという神社合祀政策を推し進めました。熊野地方を含む和歌山県と三重県では、わずか数年の間におよそ 90% の神社が潰されました。そして神社の森が伐採されました。神社がどんどん潰されて、どんどん森が切られていく、そんな最中に神社を守ろう、神社の森を守ろうと立ち上がった人物の一人が水方熊楠でした。水方熊楠は田辺に暮らしながら世界を舞台に活躍した在野の学者です。イギリスの科学雑誌ネイチャーに掲載された論文の数は51編。一研究者の論文掲載数としては世界最多、歴代最多だと思われます。熊楠は鹿島を生態学、エコロジーの研究にとても良い模範的な島だと訴えました。熊楠は神社合祀反対運動の中でエコロジーという言葉を使いました。今から100年ほど前のことです。エコロジーはもともとは日本語で生態学と訳される生物学の一分野のことです。今ではその生態学的な知識を反映させた文化的、社会的、経済的な活動のこともエコロジーと言いますけれども、熊楠が使ったエコロジーという言葉には学問としての意味しかありません。エコロジーはまだ早々期にありました。エコロジー、生態学にとって基本的な概念であるエコシステム、生態系という言葉すらまだない時代でした。そのような時代に熊楠はエコロジーという言葉を使って神社の森を守るという自然保護運動を行いました。また湾内に魚が入ってきて、湾内で漁業ができるのはこの鹿島の森があるからだ。鹿島の森は地域に経済的な利益をもたらしてくれる大きな財産なのだとも訴えました。鹿島の森は生態学の研究にとって大切なだけでなく、地域経済にとっても大切なものでした。当時の漁民たちには、魚は緑が好きだから海岸や島に森を残したら魚がそばにやってくるんだという、ある種の信仰のようなものがありました。漁業を続けていくには海岸に森を置いておかなければならないんだという、海と森の生態系のつながりを漁民たちは直感的に理解していました。鹿島は神社としては潰されてしまいましたが、熊楠や住民たちの訴えにより森だけは守ることができました。昭和天皇が熊楠に生物学の講義を希望された時には、熊楠はこの島に昭和天皇をお迎えしました。鹿島にはその時の行幸を記念して建てられた記念碑が今も立っています。その記念碑には熊楠が詠んだ歌が刻まれています。その後、鹿島は国の天然記念物に指定され、国の名勝にも指定されました。最後までご視聴いただきありがとうございました。